あ、ありがとうございます。あ、YouTube 乗りますけど大丈夫ですか？よっこいしょ。いや、すいません。あ、一番重たいやつお願いします。すいません。はい、あざーす。 OK です。あ、全然風がない。おはようございます。さあ、始まりました、釣り奇妙の世界。私、漢字三文字で釣り奇妙と申します。申します。本日は2023年初ホームグラウンド下津井町庫です。下津井沖にございます、向島の馬の丘に来ています。マップオン。はい、場所はここになります。1ヶ月以上空いたかな、下津。いや、ほんとね、久しぶりにね、あの最高峰のタイさんにも新年のご挨拶もしまして、本日の目標は5枚っていう感じで頑張っていきたいと思います。じゃあ今日も一日頑張るぞ。シュやりますよ。じゃあ今日もよろしくお願いします。よし、じゃあ一投目からやっていこうか。とりあえずオキアミちゃんをねつけて、ね、棚はね今日もうそこ見えてるんで、2キロちょいぐらいにしてます。さあ、第1投目ピョーン。塩ね、今ね投入点この辺の20メートル大きいぐらいから左の方にゆっくりと流れてくれてますね。これはね、いい塩が流れてるんじゃないかな。あの、この浅瀬の岩盤がね、こうダラ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 っと続いてるんで、まずこの浅いところをどう釣るかっていうところかなとは思ってるんですよね。魚がいれば勝負は早いとは思いますけど、だんだん潮が引いていくんで、だんだん沖に出ていく形にしていこうとは思っています。今日はね、あの西の風の爆風なんでね、ちょうどあの先端のところで西風を遮ってくれてるんで、まるで釣りにはなるかなとは思ってます。乗った。
超やりました。坊主回避しましたね。いや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 釣れました、やりました、チーヌちょっと遠投なのかにゃー、餌取り多いにゃー、あんまり身内がいる感じがしない。ちょっと遠投気味に投げてみましたけど、遠投気味に投げてみましたけど、よし、来たー。ちょっとエントリーだったな。ちっちゃいな。よいしょ、びっくりするぐらいちっちゃいけど、やりました、2匹目、唇1枚、よいしょよいしょ、チヌチヌチヌやりました、チヌチヌ。はい、3匹目やりました、3匹目ですよ。飲み込んではいない、ツヌ。今ね、潮がね、沖の本流がこう左斜め奥になって、でこっちのね、潮をね結構引かれていて、その辺が溜まってる形になってるんですよね。で今その溜まってるところを、さっきまでこう入れてたんですけど、今こう入れてみようかなと思って、どっちにこうこう引かれたりこう引かれたりするんで、その溜まりの中心をね狙ってます。オッケー。
より大きいじゃない。やりましたー、チヌー、じゃじゃん。チヌちゃん釣れちゃいましたん。やいやい。コーンチヌで釣れた、また。よし、コーンチヌ、あ、コーンチヌ、コーン沖縄で釣れました。コーンチヌじゃない、チヌ。へへへ、
しょう。よし、またコンオキアミ。うれピーピーピー、ガポーンと思ってたか。チヌちゃんでちゅよ。やい。場所をね、今ね、白ペンにね、移ってきました。なんか釣れなくなったんでね。で、こっちはね、あっちほど深くないんで、どうなるかわからないですね。まあただ、カンチヌのね、実績はそこそこあるのでね、ちょっとやってみましょう。沖は結構流れるように見えるけどね。まさかの当て字を当ててからどっちに払い出すのか。このね、満ちてきたらそこに下りがあるんですけど、その下りの先、今浮きがあるあたりぐらいでも釣れたりするんですけど、ちょっとまだ水深が乏しいかな。さあ、取られないけど。チヌがめっちゃおるのか、何もおらんのか。何もおらんのやろな。それなんか違うけど、あんま浅いとこにマダイ釣れる？ビクラドンキーやけど。ビクラドンキーやけど、なんかちょっと違うとは思ったけど。ちょっと面白いよ。うっす、やりました。坊主じゃなかった、こっち色して。やったー、いいマダイ。やった、めっちゃ嬉しい。いやー、マダイでした。めっちゃ嬉しいけど、俺下釣りならではやな。よいしょ。おお、えらいことになったけど。チャッチャラーン、マダイマダイ、やりました。はい、お疲れ様でございました。本日の釣果なんですけども、なんと目標を達成することができました。釣果写真をダン。チヌはいっぱい釣れましたね。で、移動してきてね、マダイのいいのも釣れたんで、本当に良かったんじゃないかなと思います。で、馬の丘の方はですね、手前最初狙ってて、かなり浅い下りを狙ってたんですけど、それでも釣れて、で食わなくなったから、どん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 仕掛け入れ込んでたんですけど、結構ね、沖は竿2本ぐらい入るような深いとこだったんで、風がね、潮と風がいろいろあって、釣りにくかったんで、
風がなかったらもうちょっと釣れてたかもしれないかなと思います。でもね、もうね、本当に良かった、今日は良かった、うん。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンをお願いします。ご視聴ありがとうございます。また会うその日までバイ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 。はい、動画のご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちら、こちら、こちら。チャンネル登録、コメントもお願いします。バイバーイ。